クラウディオ・アンドレス・デル・トランシート・マルドナード・リベラは、チリ出身の元サッカー選手。元チリ代表。ポジションは MF。クリコに生まれ、CSD コロコロの下部組織から1998年に、トップチームに昇格した。2000年にカンピオナート・ブラジレーロ・セリエー所属の、サンパウロ FC に、加入、3シーズンをここで過ごした。2003年に、クルゼーロ・ EC の監督、 バンデルレール・シェンブルゴが彼を獲得。当時、マルドナードの恋人がバンデルレール・シェンブルゴの娘であったという経緯もあったが、この遺跡によって彼はキャリア再生期を迎えることとなった。同年、クラブは三冠達成というブラジルサッカー史上初の外境を成し遂げ、彼も大きくその偉業に貢献した。2006年にサントス FC に移籍し、 バンデル・レール・シェンブルゴ監督の下で再びサッカーをすることとなった。しかしながら前シーズン末に膝の手術の予定が入っていたため2ヶ月で遅れる形となった。回復した後はコパリベルタ・ドーレス2007の準決勝進出、カンピオナーとブラジレイロセリエ A では2位という成績に貢献した。 全国リーグで2位であったためにコパリベルタドーレス2008への出場権を獲得したが、彼自身はフェネルバフチェ SK、AC ミラン、レアルマドリード、アヤックスワムステルダムといった欧州のクラブからも狙われる存在であった。28歳の彼は、ポテンシャル的にもピークが近く、また3年間で8枚のレッドカードをもらっていたという事実もあったので、多くのクラブから興味を持たれつつも、 フェネルバフチェ以外に明確なオファーはなかった。2008年にフェネルバフチェに1年半契約で移籍。当時の監督はジーコであった。この移籍に先立ってウルグアイの CA、レンティスタスが代理人クラブとしてサントスから彼の権利を2225,040レアルで買収していたため、レンティスタスからのレンタル移籍の形となった。しかし、トルコでは 怪我に苦しみ出場機会は活躍はならなかった。2009年8月27日に CR、フラメンゴに1年契約で加入。移籍後初出場は EC3 とアンドレ戦で、それも途中出場であったが、2試合目以降はトップチームのメンバーとして出場した。移籍後10試合は無失点に抑え、そのうち9試合では同時に加入したアウバーロとのコンビでの出場であった。 遺跡後初得点は11月8日のアトレチコミネーロ戦であった。この良いパフォーマンスでマルセロビエルサ監督からチリ代表に招集され復帰したが11月17日に行われたスロバキア代表戦で後半に左膝の人体帯を負傷し4ヶ月の離脱を余儀なくされた。その後2010年8月に6ヶ月の契約を延長。 2011年1月に2年の契約を延長した。2013年5月にフリーで SC コリンチャンス、パウリスタに加入したが、同年末で放出された。2014年7月まで無所属であったが、古巣のコロコロに14年半ぶりの復帰を果たし、1年間在籍し、引退した。U-23 代表として、シドニーオリンピックに出場し、銅メダルを獲得した。 それに先立った2000年2月12日に、ブルガリア代表戦で A 代表初出場。2005年2月9日に行われたエクアドル代表戦で代表での唯一の得点を決めた。2006FIFA ワールドカップ南米予選ではレギュラーで勝つ、中心選手として活躍したが、本戦出場はならなかった。代表での最後の試合となったのは2010年11月17日に。 行われたウルグアイ代表戦であった代表での得点一覧ありがとうございます。